疲れた。はい、ついに全ての電波を遮断しまして、山にこもって執筆してます。もう全然仕上がってなくて、ちょっとねスランプ中なんですけど、ちょっと集中してやりたいと思います。やっぱり電波があるとダメだなと思って、集中が妨げられちゃうので、一日中携帯鳴ってるんですよね、やっぱり。だからちょっと電波遮断して頑張ります。ちなみにこれお抹茶、頑張るぞ。こんな感じで書いてます。そしてお抹茶とお茶菓子ですね。はい、ちょっとブレイクします。ブレイクタイムということで、はい、お抹茶、お抹茶を飲みたいと思います。おいしい。私本当にお抹茶大好きで、そう、私中学の時に洗濯授業で茶道を取ってたもんですよ。それで裏千家なんとか流みたいなのを、はい、やってました。ずっと結構和の文化が好きなので、昔習ったの忘れちゃったんですけど、これ1回2回3回回してちょっと戻すって習った記憶があります。生き返った。このお茶菓子の和三盆ですね。和三盆、和三盆、うん、おいしい。甘い和菓子って美味しいですよね、うん、あ、生き返るね、ほんと。はい、ブレイク終了です。また書きます。頑張るぞ。今ちょっとある程度書いたんですけど、まだまだ時間かかるので少しだけ休憩しようと思います。頑張ります。
れた。結構進んだんですけど、まだまだかかりそうです。ちょっと休憩して仮眠してまた書こうと思います。この動画がもしよかったよっていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。作業用動画として一緒に勉強したり仕事するときに使ってもらったら嬉しいです。ではおやすみなさい。Thank you.